めっちゃ楽しいです。えやめた。えめっちゃ楽しいですよ。えや。新しい感じ。思い切って選んでみるのも。重要になるこのバウンスっていう動き、落とした時に膝のクッションできるだけ脇の下は開けてあげれるように、柔らかい風船をふわふわ挟むような感じ。今日はいろんなステップしていこうと思うんですけど、じゃあ左、そうそうそう、これが2ステップ。あのリズム遊び的なことを、はい、クラブ入れて、はい、全然リズム感なくて、いろんな音楽聴いたりこういう遊びをしていくうちにどんどんリズム感がこう養ってきたような感覚があったんで、どんなジャンルのリズム感にも生きてくると思うので、えめっちゃ楽しいですよ。難しいめっちゃ楽しいで す、ステップがやったことないんで新しい感じです。イメージトレーニングするのは結構大事かも。アウェイの場所とかって結構緊張すると思うから、会場の画像を調べて見てイメージトレーニングする。今までやってきたのを強みにしてたけど、なんか他のジャンルの方が正直楽しいみたいな時って、結構どのジャンル、ロッキーも全部ポッピーも全部やってみて、ほんまに楽しかったからだけでずっとハウスやってきてこれてるから、自分が楽しいって思えるジャンルを人生一度きりやし、思い切って選んでみるのも